薫花は凛と咲く第8巻を読みました。実際は第1巻からの一気読みでしたが、今回は第8巻を中心に話してみたいと思います。第6巻から付き合い始めた凛太郎と薫くんの2人だけど、第7巻はどっちかというと周りの人間関係を掘り下げる一巻でしたから、2人の関係にはそんなに影響しなかったんですね。なので今回はいきなり薫くんの家族に対面するの巻であった、こういう優等生と不良格好っぽいやつが付き合う話では、2人の相違点が周りの関係や他人の視線にぶつかり合い、そういう衝突で物語を動かせることが多いですが、本作は最初こそ2人がいる学校の格差が話の起点になっているものの、最近ではそのテーマがあんまり浮上していない気がする。というかメインキャラの皆さんは大方第3巻ぐらいで分かり合う過程を済ませているから、第3巻から第7巻まではただただみんな仲良く過ごしているだけ。全体的な雰囲気はあまりにも優しすぎて、そういう衝突が存在したこと自体すら吹き消されそうでした。今まではね。とはいえ薫くんの家族との対面では何の圧力もありませんでした。さすがにそういう娘を育った家庭というべきか、薫くんの母親も弟も世間の偏見に関係なく、凛太郎本人の態度をそのまま受け止めて二人の仲を祝福した。まあ今回薫くんの父親が出ていないことはちょっと気になるところですが、他の家族の外堀が埋めた以上、たとえ娘を渡さんと言い出されたとしても通れないでしょうね。しかしこれが何らかの前兆と言うべきなのか、人はみんなそういう態度を取れるとは限らないことはすぐに思い知らされた。今まで学校から離れた場所で会っているから問題なかったけど、二人が一緒にいるところが薫くんの学校の友人たちに目撃されて、あまりいい顔されなかったと。桔梗と千鳥のことが話題にされることは本当に久しぶりな気がします。そういうことがあって次に投稿した日には、薫くんとご友人の間ではちょっと気まずい雰囲気が漂っているが、真っ先にスバルが調停に入って話し合う場を設けました。薫くんと凛太郎のことを目撃した友人たちは二人の関係をよく思っていないが、その出発点はやはり薫くんとスバルのことを心配しているから、そのことを隠さずに薫くんたちに伝えた。そしてその友人組の中で千鳥のことを特に何とも思わず、オープンな態度で薫くんたちの関係を受け入れている子もいます。その子の意見のきっかけに他の3人の先入観も揺れ始めて、そこでスバルはみんなを引き合わせてちゃんと自分の身で見て判断するという提案を持ち出しました。しかしスバルは本当に出るたびに輝いていますね。ちょっと前の内容を読み直したけど、スバルの実際の出番は印象よりだいぶ少なかったんですね。例えば第7巻では実際1話プラスアルファぐらいしか出ていなかったのに、私はなぜか第7巻がスバル中心だったという印象が残っている。そう感じ取ったのは完全に私の偏見かもしれませんが、明らかにサポートキャラという立ち位置を取っているにもかかわらず、スバルは本当にすごくいい色を出していると思います。というわけで薫花は凛と咲く第8巻の感想でした。私みたいな単行本勢では両方の友人たちの対面がどのように進むのかは第9巻を待つことになりますので、8月9日にまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。